荒井堀割長浦港は、神奈川県横須賀市の横須賀港のうち、横須賀市、船越町及び田浦港町付近にある市港区、横須賀港の船越地区にあたる。船越地区、自衛艦隊司令部前に接岸中の護衛艦長、浦湾の奥に立地する海面が穏やかな天然の良港である。横須賀港本港地区とは、過去に開作された。 アライホリ割で直接つながっている。アメリカ海軍と海上自衛隊が共同使用している本港地区と異なり、海上自衛隊と民間企業が使用している。自衛艦隊司令部があり、海上自衛隊が停泊させている艦船が多く見られる。長浦港より船越を望む港湾施設は明治初年に海軍省が建設を始め、 大正年間にはほぼ現在の姿になった。第二次世界大戦後アメリカ海軍が占有した時期があったが、昭和30年代には返還された。1953年には横須賀市が港湾管理者となり、長浦地区には港湾事務所が置かれている。その後1970年代までは捕鯨船の母港としても使われたが、1975年以降、 捕鯨活動は下火になり、現在捕鯨船は見られない。2014年2月、防衛機能集約のため公共不団を、横須賀市、長瀬の貯油施設跡地と交換で防衛省が専用不団として取得した。旧海軍軍事部長裏倉庫とかつて貨物輸送に使われていた廃線路。ありがとうございます。